バチコイ心理学。それでは、ラジオネーム、今年もよろしくお願いします、ダイナマイト四国さんです。ありがとうございます。なんか笑ってしまうんです、ね、ダイナマイト四国さんって聞くと。何なんですかね。なんかね、連合されてるよね。はい、はい、では言ってみます。明けましておめでとうございます、こちらこそどうぞよろしくお願いします。年が明けましたが、年齢を重ねるうち年明けのワクワク感が減ってきてるように思います。何が影響しているのでしょうか。お二人はどうですか。今年もよろしくお願いします、というお便りです。今年もよろしくお願いします。いやね、それはすごくわかる気がします。うん、悪もある、それのワクワクですか。うん、いや、私特に年明けでワクワクしたことがあんまりないですね。あ、誕生日。誕生日、君誕生日があるからね。あ、まあ近いからとかっていうのもあるんですかね。うん、年明けでワクワクしてたのは小学生の頃とかですかね。あ、それこそなんかあのちょっと遅くまで起きてていいっていう風な、いつもできないことが許されてた日とか、うん、あるいはなんだろうね、正月なんかいろんな人に会えるみたいな感じがあってですね、うん、親戚の人とかでお年玉もらえたりとか、なんかあって、あ、いいじゃんいいじゃん、ワクワクしたんですけど、なんか年重ねてくるとやっぱりその夜まで起きてていいっていうのは別に普通に起きてていいわけですし、うん、あとまあお年玉もらえるわけでもないので、うん、なんかやっぱ非日常感があの薄れてくるんじゃないですかね、きっと。なんかね、非日常感というと、なんか私が高校ぐらいの時だから1990年代末だったんですよ、うん、であのミレニアムだ、21世紀だって、あと1年とかそんな感じですごい盛り上がったから、はいはい、まあ、当時高校生ってのもあったけど、 その感じからするとすっごい最近はね、年末年始がこう味気なく感じる感じはあります。確かにノストラダムス的な話もありましたから ね、そうだよ、うん、なんだろうね、まあ、そういうその今とその90年代 その盛り上がり方も若干違うかもしれませんし、そうですね、なんか社会のなんかあり方もなんかみんなでわーっていうよりも身内でなんかしっぽりみたいな感じになってきてるような気がしますね、うん、これはなんかあのコロナだからとか、 なんかそういうのじゃなくて、うん、なんか多分そのコミュニティのなんか作り方みたいなやつがきっとその身内でなるべくクローズドにっていうような感じになってきてるからっていうのもあるかもしれないですけどね。そうね、うん、だからその単純に年齢で、まあ、もちろん年齢の影響もあるとは思うんですけど、あのそれ以外の環境の変化とかももしかしたらあるのかなって気はしますね。あとちょっと年取ってくるとなんかあの面倒くさくなってくるんですよね。それはある。一番で、それでそれこそなんか前だったら、ね、12月31日とかでも友達と飲みに行こうっつって朝まで飲んでたりしましたけど、なんかちょっと眠いからいいかなみたいな感じの気持ちになって、なんか寝る方を選ぶみたいな自分はいましたね、今年は。なんか昔だったらさ、へい徹夜で朝まで行っちゃうよみたいな、ヒャッホーってなったけど、今はもう普通に温泉とかでしっぽりゆっくりしたいもんね。そうですね、だからなんか私12月31日は普通にあのいつも行ってる銭湯のサウナに入って、で帰ってきてなんかご飯食べて、まあ、なんかちょっと友達と麻雀やるかって言って麻雀ちょっとやってたんですけど、眠くて途中で寝ましたから。それは年だよ。普通に寝ましたね。仕方ない。もうあのダイナマイト四国さんもあの無理にパリピをね、目指さずに自分なりの楽しみ方でいいと思います。ちなみにこれあと心理学的に解説するとしたら、なんかどういう見方がありそうですか。ね、まあ、発達っていうことを考えると、なんだっけ、ビッグファイブのデータ経年的に見るとやっぱり若い頃よりもそういうなんだろう活動性みたいなのって下がってくるから、そういうので盛り上がるっていうのは多分減るんだと思います。ああ、そうなんですね。うん、あと、結局その非日常性に反応して百歩ってなってるから、毎年やってると慣れてくるので、うん、それで、まあ、順化っていうか、あんまりその
ここで楽しまなきゃみたいに、とりあえず羽目外せみたいにはなりづらくなるのかなって気はします。なるほどですね。まあ確かに年を重ねるにつれて、なんか慣れみたいなのは起こりますけど、それがさ、いい年の取り方だと思うのよ。うん。うん、無理しない。まあ、麻雀してもいいけど、いっぱい寝てください。はい。そうだ、俺仕事してたの31日まで。私は今年こそ年越しは休みます。バチコイ心理学、はい、今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。